待ってお座りしてください。ママフォークがない。フォーク使えんの、おーちゃん。フォークがない。おーちゃん待てよ。待てよ。ベロじゃない。おーちゃん待て。待て。待てよ。おーちゃん、今年もこの季節がやってきました。大変なことになってるわ、これ。そう？おしゃれだよ。やば。これ貼ってるっていうことは、何かが届いたっていうこと。メロンが来たっていうことや。本当にメロンかな？メロン匂いする？ねね、開けてもらおう。あれ、まあまあ、メロンにはうるさいよ。毎年ね。3回目だから、これ。ほら。あれ？怖がらない。どう？ほら、成長したね。うん。去年、逃げた。ゼロでした。ペロッとしてんのじゃん。おいしい味する？しないね。ほら、逃げない。トコオカさんとこのトコオカファームだから、これトコオカファーム。そう、書いてあるトコオカファームって、うん、うん。紹介してください。北海道三笠市にありますトコオカファームでございます。三笠市というのは札幌市から1時間のところにあります。初めて聞いたよ。札幌から北東に行ったところだね。うん、自然豊かなところでございます。うん、お米とかメロンとかスイカとか、うん、いろんなものを作ったのね、これ。もうびっくりした。いいですね。本当はいろんなものを作ってるんだね。うん、今おーちゃんメロンに襲われたんだけど、びっくりしちゃって。おーちゃん戻ってください。やだ。どうする？一緒に寝る？じゃあ今日。しない。ねねしない？しない。しない。どうするじゃあ。一食に決まってる。食べます？食べますよ、ママ。これ2個もらったんで。そう？1個は。うん、もう1個は？ママにあげる。ママに1個くれんの？ありがとう。今年は優しいね。独り占めしないんだね。そうだね。ね、お利口さんだね。シールなんとかしてほしいね、これ。毎年毎年のことだけど、これだ。でも食レポの時はこれがもう決まりだからね、しょうがないですね。じゃあ実食しますか。じゃあちょっとその前に去年おととしの、うん、貼られたやつ回想シーンで戻ってみましょうか。そうですね。ではご覧ください。待ってお座りしてください。ママフォークがない。フォーク使えんの、おーちゃん。フォークがない。おーちゃん待てよ。待てよ。ベロじゃない。おーちゃん待て。待て。待てよ。待てよ。めめよ。えらい。かえってベロっとしたけどね。寝なくないけどね。いや、ちゃんと待ってできたもんね。そうか。待てよ。めめよ。ほら、偉いじゃん。ペロしたよ。いし。よし。回るけど果汁からいただきます。おーちゃん回ってるけど、大
昨日行ったね。おもちゃ落とさないでよ。落とした落とした。おもちゃもういいよ。めめめめ、じゃ回っちゃったよ。ごめんなさい、こぼしてしまいました。うん、いいよ。こぼしてしまいました。あら、過保護だ。大きいわ。そう、ちょっと大きかった。丸飲みやん。おいしい。そうだね、このオレンジ色がいいね、やっぱりね。かわいいね、メロンって。おもちゃもさ、なんかおでこに貼ってるけど気にならないの？ちょっと忙しいからちょっと話しないでくれ。すごいよ、誰。食べにくいのか。きついよね。ちょっと大きかった。ちっちゃいのしか食べれないから、ママ。そう。お口がちっちゃいから。お口がちっちゃいから。そう。そうか。最後だよ。最後だって。あるかな。知ってるから。なおちゃんもおしまい。もう泣いないでよ。はい、泣いない。もうないでしょ。泣いないよ、もう。なおちゃんもうないよって。おーちゃん、お行儀が悪いです。美味しかったね。聞いてない。あれ、1回目の時はかじったよね、これ。かじった、切らずにかぼって皮をさ、食べ終わったやつかじったよね。お父さんもなんかそんなことしないから大人になったね、うん、ね。ちょっとぐるっと回って回ってこっち側どうかなって勉強するからないないない。おじ、そんな裏汚いからもうめめよ。ないないよ。あ、おしまい。ごちそうさまでした。おいしかったです。あー、ねえねえ、また撮ってった。とこうかさん、どうもありがとう。ありがとうございますわ。ありがとうございました。おいしかったですって。おーちゃん、そう。歯が出てます。失礼しました。ゲップが出ました。すみません。すみません。ママのゲップです、今の。違います。俺らのゲップでありませんので。なおちゃん、ありがとうございました。今年も美味しいメロンありがとうございました。おーちゃん？はい。ありがとうございました。残りのメロンも美味しくいただきます。